どうも皆さんこんにちは、キヨキヨでーす。ゴエモンジャパン代表 VS クラクラチャンネル代表、ただいまですね、私どもがタウンホール11個、星にタウンホール10からタウンホール9の攻撃は NG、 そして時間切れ1つ、タウンホール9時間切れでしたね。そして、クラクラチャンネルさんはタウンホール10が3つとも3回の攻撃で前回じゃない2つ、そしてこちらもですね、時間切れと、もうタウンホール9は時間切れの戦いになってきます。そしてタウンホール10は安定の戦いになってくるのかなと思います。もう本当に吐きそうっす。もう本当に編成はこちら、削りジャイビスからの、普通に3面でいきます。いきます。ダラダラしててもしょうがないんでいきます。よし、弱いよ、弱い。マイクをちゃんと位置セッティングしていきます。もう行くしかない。本当にスラリさん待っててください。こんな配置です。普通に強いっす。防衛施設カンスト、ヒーローカンスト、対策陣的な感じですけど、タウンホール結構外側なんですよね。いきます。君はイケメンだって見えましたね今。カッコつけてるわけじゃないっす。本当にギャス。ああ無言になってる。ジャイアント出していきます。そしてこんな感じで、ウィズを出していきます。そうですね、こっち方向もいいですね。ジャイ出します。オッケー、よし、オッケー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 。そしてジャイアント追加募集、追加募集のご案内。オッケー、 15% 取れてるね。よしよしよし、こっちもじゃあ取っ、いやでも、そうですね、よし、オッケー。3面攻めに行きます。3面攻めに移行します。ですね、まずこれは普通にもじゃ、ゴレ出してからのゴレをずらします。ちょっとタゲずらします。タゲちょっとずらしてからの、そうですね、ゴレムセット、ゴレムタゲずらしてからの、タゲずらしてからのウィザード、そして123123123、ウォールブレイカーアチャクイ、よし、オッケー、アチャク、全部穴開け完了してる。そしてここにジャンプの呪文、よし、オッケー。そしてペッカなどなど、さてアチャクイとドラゴンを凍らせます。よし、どうだ、いいぞ。そしてこっちももうゴリ押しで、そしてもう一度アチャクイとドラゴンを殺します。よし、オッケー。そしてだな、そしてもうロイヤルクローク一応見ときますが、パーセント稼げ、よし、オッケー。そうですね、もうアチャクイの体力見つつ、アチャクイだな、まずは最初は、最初はアチャクイ発動。そして残りよし、オッケー。ないね。ババキンの体力をめっちゃ見ます。ババキンの体力、これはきついか、発動。よっしゃ、なんかめっちゃなんか。よし、もう残る施設はない。ん？あと何残る？あ、バーバリアン。いった。あざっす。キヨ語ではアザスと読む。オッケー、これ余裕シャクシャクな絵文字ね。そう、よかった、マジよかった、マジよかった、マジで本当に。いや、ちょっとはね、よし、こっからまた、私は前回プレイヤーではないので、そのまあね、イロリンさん、リョウカイさん、ビンゴさんの、前回プレイヤーにその繋ぐために、私とヤスさんってね、ヤスさんも非常にうまいんですけども、まあヤスさん星2の安定プレイヤーとして名高いので、私とヤスさんで星2で埋めてって、あとは助けをね繋いでいくという形で、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。そしてドズルさんも生放送があるので、そうですね、ドズルさんの生放送の方もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。